はい、おはよう、ジャン君、ポンちゃん。朝から甘えてましたね。いっぱいね。クロケンパパは体痛いっす。昨日いっぱい歩いたので、歩いただけでこんなにダメージが来るなんて、やっぱりちょっとやばすぎます。まあ、でもまあちょっと昨日のはな、荷物が多かったっていうのもあるよね。まあね、にしても。重たい荷物だったよね。散歩の、カウントダウン式散歩法を、やっていたんですが、100歳のコース、99歳のコースって短いコースをだんだん長くしていって、っていうので95歳まで行ったんだけど、95歳の足腰で、はちょっとつらかったです。ちょっと時間が経って自分の年のぐらい、60ぐらいになったらいけるかな、次はね。いっぱい時間がかかるね。まだ90代だよ。あ、計算できない。朝早くて計算ができませんが、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、よいしょ、頑張ります。頑張ります。ポンちゃん、ジャン君、よいしょ、もうちょっとこっち行く。はい、で、昨日の外出で体中が筋肉痛になっているジジイです。足もね、腰もね。乗る？乗りますか？はい、どうぞ。はいよ。はい、どうぞ。ちょっと向き反対だったね。はい。はい、はい、はい、はい。たまにはさ、こういうブラシでやってみる？なんか、まあ、いっぱいついてるね。どっちだろう？ジャン君か。これはダメか、やっぱり。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。ジャン君、今千葉、東京、神奈川でちょっと大きめの地震がありました。ちょうどね、パパとママはですね、1階に
降りてご飯を食べていたとこなんですが、ずっとジャン君がにゃーにゃーって泣いてたのに地震が来ちゃってね、ビビっちゃったよね。ポンちゃんはその時は隣の部屋にいたみたいだね。ポンちゃんの方が根性を座っています。ジャン君はちょっとビビりました。もう大丈夫かなね。